コーナーです。ラルコはですね、1月29日日本武道館でカーニバルオフトゥルーツアーを無事終了しました。それから昨年12月にリリースしたアルバムトゥルーもですね、トゥルーも見事チャート1位に輝きましたね。もうラルクファンも涙が出て嬉しかったんじゃないでしょうか。もうそしてね、メンバーの皆さん本当にどうもご苦労様でした。じゃあですね、今回はこのコーナーにはこの方が登場してくれます。 Ladies and gentlemen, here comes Hyde。 こんばんは、ラルクアンシエルのハイドです。皆さんお元気でしょうか。ラルク・アンシエルはね、ただいま、年をまたいで行われたカーニバル・オブ・トゥルーツアーも、1月29日の武道館で終わり、気分上々なハイドさんですが、このツアーはね、すごくいいことばっかりがありまして、まず最初、年末にはね、アルバム True がプラチナディスクを いただくという素晴らしいことが起こり、さらに年を明けてチャートで1位になるという、本当になんか思い出に残るようなツアーになりました ね。最近のラルクさんはその ツアーも終わったこともあって、次のシングルの、カップリングのね、レコーディングを終了させ、またさらなる作曲をしているところです。個人的にはですね、僕は年明けに、ね、ファンの方にいただいたたまごっちを育てて、たまごっちのたまちゃんっていうんですけど、最初は一生懸命なんか可愛がって育ててたんですけど、このツアー中に亡くなってしまいまして、現在は、3匹目で2歳です。今度こそ可愛く育ってください。おはがきをいただいたので少しご紹介したいと思います。これは千葉県船橋市の宮田ひろみさんから。こんばんは、早速ですが聞きたいことがあるのです。ラルク・アンシエルのライズ&トゥルースのビデオのあらすじというか意味を教えてください。また制作時のエピソードなども教えてください。お願いします。なるほど、ライズ&トゥルースのあらすじね。これはね、どういうビデオを作るかっていう時にちょっとサスペンスっぽいね、そういう雰囲気のものにしたいなってことになって、じゃあどうしようという現実的な問題も考えつつ考えられたのが、僕はね、そうホテルというか、そういうマンションかなんか分かんないけど、そういうの管理人役をやりたいで、だから僕はこう鍵を持ってチャラチャラウロウロしてるんですよね、管理人で。でこう各部屋にいるアパートの住人の悪巧みをやっつけようってわけでもないんですけど、なんかその住人との絡みをね出していこうというビデオ にしようってなったんですけど、まあ役柄といいますとね、てっちゃんは、なんか女の人を飼ってる、よくわかんないですね。でケンちゃんは、見るからにジャンキーって感じで、もうダメ人間です。でさくらはね、自分の顔が分かんないとかね、そういう感じ、なんかワープロを使ってなんかいやらしいビデオを見ようとしてるんじゃないでしょうかね、まあ、そんな感じの役です。で最後その悪巧みが
といやらしいことばかりするんじゃない。へえ、火をつけてやる。じゃあ、あ、こうですね。これで桜は炎に包まれて死んでしまいましたっていう感じですね。まあ制作時のエピソードとしては、僕はこう格好つけてこう君が見えなくてとかやってるんですけど、実はあの裏はね、座敷になってまして、僕が歌ってる最中は桜はパンツ一丁になってなんかねブータれてましたね。本読みながら早く終わんねえかなくそーってやってました。だからそういうことを考えながら見るとなんか僕の歌ってるシーンはちょっとバカバカしく思えてきて、それはまたそれで面白いんじゃないでしょうか。で、一応そういうのを踏まえつつ見てください、Rise and Truth。今後のラルク・アンシェルとしましては、ただいま曲作り中なんですが、その、3月の26日にアルバム True からのシングルカットでありまして、The Fourth Avenue Cafe というのが3月26日にシングルカットされて発売されます。まあね、トゥルー持ってる人は、そんなんシングルカットしてもアルバム持ってるからいいじゃないなんてそういう人はいると思いますが、そこは商売上手な僕たち、その、ザ・フォース・アベニュー・カフェのカップリングには、ラルク・アンシエルの変態バンドダークアンシエルがありまして、もうすでにレコーディングは終了したんですが、カップリングだというのにダークアンシエルは4曲ぐらい入ってます。だからそっちの方はマニア必見必聴かな、はい、なんでぜひ楽しみにしててください。プロモーションビデオも作ってます。はい、で、そうですね。あ、ここで、リクエストのおはがきが来ているので、紹介したいと思います。兵庫県豊岡市村尾佳代さん、16歳。夏のゆずのプロモビデオ見せてください。お願いします。確か寒い冬に撮影して、ギターのケンちゃんのお尻も見れる場面もありましたよね。うん、なかなか、鋭いですね。このお尻はね結構いいです、はい、ぜひ見てください。その他も、東京都秋島市の森島あさみさん、大阪府豊中市近藤玲奈さん、京都府のラルク応援隊隊長若毛さんからリクエストいただきました。それでは、その夏のイズタイムトゥーセイグッバイのプロモーションビデオを見てもらいながらお別れしたいと思います。それではまたね、来月お目にかかれるのを楽しみにしておる所存でございます。さよなら。